エフゲニー・ビクトロビチ・プルシェンコは、ロシアの男性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック金メダリスト。2002年ソルトレイクシティオリンピック2010年バンクーバーオリンピック銀メダリスト。世界選手権優勝3回。2014年ソチオリンピック団体戦金メダル。欧州選手権優勝7回。グランプリファイナル優勝4回。 グランプリシリーズ通算22章。ロシア連邦功労スポーツマスター。ロシア人名愛賞ではジェーニャ。名字はプラシェンコの他にプライシュチェンコと表記されることもあり、オリンピックの際にはどちらも使われている。旧祭典、新祭典の両方でオリンピックメダルを手に入れた唯一の男子フィギュアスケート選手である。両親が出稼ぎをしていたハバルフスク地方の病院で誕生。 父親のビクトールは、ウクライナのドネツィク生まれ、母親のタチアナは、ボルゴグラード生まれ。プルシェンコが2歳の時に、ボルゴグラードに移住した。1987年2月25日、4歳の時に、母の友人の娘がやらないからということで、スケート靴を譲り受けて、フィギュアスケートを習い始める。7歳の時サマーラで行われた全ソビエト規模の、ノービス競技会。 クリスタルスケートで初優勝。競争相手は全員10から11歳の少年たちで最年少での優勝だった。11歳の時にリンクが閉鎖され前のコーチのミハイル、マコビエフの紹介でアレクセイミーシンに見出され、単身でサンクトペテルブルクへ移住。後に母親など家族も移住する。プルシェンコーはこの幼少期の経歴ゆえ、 ソビエトシステムの最後の遺産とも言われる。ソビエト連邦など社会主義国では、オリンピックは共産主義の優位性を西側諸国に示す場として、プロパガンダに利用された。ソ連各地から選ばれた素質ある子供たちは、時に幼い頃から家族と話され、必要な全てを国から与えられ、優秀な指導人の元英才教育を施された。 しかしこのシステムは1991年末のソビエト連邦の崩壊によって画い。当時のロシア経済は混乱を極め給料の支配も相次いだため、指導人は転職内し海外で働くことを余儀なくされた。また経営が立ち行かなくなった訓練施設は次々売却されるなどした。プルシェンコやマキシム・マリニンらが所属していたボルゴグラードのリンクも 1993年に自動車ディーラーに売却され閉鎖された。2006年の鳥の五輪に出場した選手団がこのソビエート時代のスポーツ衛災時教育で発掘された最後の世代であり、彼らが五輪後に第一線から退いたことが鳥の五輪後のロシアの国際大会での成績低迷の原因とされている。当時ミーシンのグループは1994年、 ディレハンメルオリンピックで金メダリストとなるアレクセイ・ウルマノフや、後に激しいライバル対決を繰り広げることになるアレクセイ・ヤグディンも所属しているエディート集団だった。グループに加わった当初こそミイシンの関心も低かった。もののここでも、頭角を表しミイシンの関心を獲得。13歳になるとシニアの大会にも参加するようになる。初出場した1996年。 世界ジュニア選手権では、出場選手中最年少で6位入賞。翌年の1997年、世界ジュニア選手権では14歳で優勝。1997、1998シーズンから、シニアの大会に、本格参戦。ISU グランプリシリーズのスケートアメリカと、ロシア杯、また、欧州選手権でも初出場で2位になるなど、大健闘。 1998年長野オリンピック金、メダリスト入りやクーリックの危険により急遽初、出場することとなった1998年世界選手権では、15歳に、して3位表彰台に上り花々しいデビューを飾った。1998、1999、シーズンからは主要な競技会で優勝を重ねるようになり、1999年世界選手権では、 前年度より一つ、順位を上げ2位になる。1999、2000シーズンは、欧州選手権まですべて優勝。ロシア選手権と欧州選手権で、当時の世界王者ヤグディン相手に2連勝を果たした。だが、優勝候補の筆頭に挙げられて臨んだ。世界選手権ではフリーで大崩れし、まさかの4位に終わった。翌2001年世界選手権では、前回王者のヤグディンを抑え初優勝。 その他のタイトルもそうなめにした。勢いはこのまま続くかと思われたが、2001、2002シーズンのグランプリファイナルでヤグリンに敗北すると、これに危機感を抱いたプルシェンコチームは急遽フリープログラムをビゼイのカルメンに変更。約1ヶ月後に迫った2002年、ソルトレークシティオリンピックのため猛練習を重ねプログラムを完成させる。しかしプルシェンコは、 この練習により右足首を負傷した。迎えたオリンピック本番では、ショートプログラム冒頭の4回転トーループで、まさかの転倒、4位でフリースケーティングに臨むこととなった。自力優勝の可能性が消え排水の陣で臨んだ。フリーでは、4回転トーループマイナス3回転トーループマイナス3回転ループという超高難易度のコンビネーションジャンプに挑戦、また3回転アクセル。 マイナスハーフループマイナス3回転フリップという、こちらも超高難易度のシークエンスジャンプを成功させるなどして、追い上げ2位に浮上、銀メダルに輝く。直後の2002年世界選手権は、右足首の怪我の悪化を理由に欠場した。2005年ロシア選手権のプルシェンコ2003年に、常に表彰台の1位と2位を争っていたライバルの、ヤクディンが引退すると、 2003年世界選手権、2004年世界選手権を2連覇、独走体制に入る。ただし2003年のグランプリファイナルでは、当時のルール下は2回までと決められていた、コンビネーションジャンプを3回飛ぶという、回数制限違反を犯し、まさかの準優勝となった。2003年夏に出演した、日本のアイスショーで、氷の溝にはまり半月板を損傷して、以来、 故障に悩まされてきたが、自国開催の2005年世界選手権では、ショートプログラムを終えたと兼ねてより痛めていた、股関節の状態も悪化したため危険。その後ドイツで、阻径ヘルニアの手術を受ける。これ以後、デビュー以来プルシェンコのトレードマークとなっていた、ビールマンスピンは封印された。万全とは言えない体調で迎えた2006年、トリノオリンピックでは、 ショートプログラムで90点台をマークし、2位に10点以上の差をつけ首位に立った。フリースケーティングでも4回転トーループマイナス3回転トーループに回転ループをはじめとするほとんどの技を成功させ、出場選手の中でただ一人160点台をマーク。総合得点で2位に30点近い大差をつけるなど、圧倒的な実力で金メダルを獲得した。2006 2007シーズンは競技には出場せず休養することを宣言。この年からアイスショーを活動の中心に移す。2007-2008シーズンには競技への復帰を発表し、2007年7月にドイツで以前から痛めていた左膝の半月板の手術を受けた。11月からはコーチのミリシンらと本格的な訓練を開始したが、 術後の経過が思わしくなかったためこのシーズンの復帰は断念。章を中心に活動した。2008年夏には再手術が予定されていたが、血液循環の治療が一定の効果を上げたことと、復帰がずれ込むことを危惧したため回避。6月から8月までミリシンチームのサマーキャンプに帯同し、フィジカルトレーニングを中心に最新の採点基準に合わせた技術習得に励んだ。 8月には、ロシアスケート連盟のテストスケートに臨んだが、古傷の悪化で再び、ドイツで治療を受けこの年の復帰は断念した。2009年春から、議員やプロスケーターとしての予定を整理、アマチュアアスリートの生活に戻り、1日に2回の氷上練習と1回のフィジカルトレーニングを再開。夏には、恒例のミイシンのサマーキャンプと、 ロシア代表のテストスケートにも参加。2010年欧州選手権のプルシェンコ2009年9月9日、サンクトペテルブルクフィギュアスケートアカデミーで開催された、サンクトペテルブルクハイダイ試合に出場。ISU 飛行人の小さな国内地方試合での参考記録ながら、ショートプログラムで95.05点、フリースケーティングでは164.09点、 総合259.14点を叩き出し、アマチュア競技に復帰。10月22日から、モスクワのメガスポルトで開催された2009年、ロステレコム杯では、ショートプログラムで必須要素の、ステップからの3回転を2回転にするミスのため82.25点。しかしフリースケーティングでは、大きなミスもなく158.40点を獲得、総合240.65点で優勝。 12月24日からサンクトペテルブルクで開催された2010年ロシア選手権でも同月上旬に膝の古傷を再発させ一時は引退を考えたほどの状態でありながらショートプログラムで100.09点フリースケーティングで171.5点総合271.59点で優勝2010年1月の2010年ヨーロッパフィギュアスケート選手権では ショートプログラム91.30点で自身の持つ世界最高得点を更新フリースケーティング164.36点総合255.39点で2位のステファン・ランビエールに16.85点もの点差をつけ6回目の優勝2010年2月のバンクーバーオリンピックではショートプログラムで90.85点を獲得し首位に立ち続く フリースケーティングでもマイナスがついたのはトリプルアクセルのみという2009-2010シーズンで最もクリーンな演技内容を見せたがアメリカのエヴァン・ライサチェックに1.86点の逆転を許す。これによって総合256.36点を獲得1位のライサチェックとはわずか1.31点の花さで銀メダルに終わった。2010年初夏にはドイツで競技続行のため アキレス腱付近にできた脳胞の除去と左膝の半月板清掃という二つの手術を予定していた。5月上旬に医師と面談を行い、脳胞は注射針で体液を抜き、両膝はこれまでと同様に関節内への注射で対処、その他に、脊椎の神経を特殊な針で焼く治療法を採用。バンクーバー五輪での抗議バンクーバー五輪で首位に立ったショートプログラムの直後に、 演技構成点のトランジションの項目で他の6人のジャッジと比べて極端に低い点数をつけた3人のジャッジがいることに抗議するようロシアスケート連盟に訴えたこの時トランジションの項目では9名の審判のうち6名が7.5から8.75の点数をつけているのに対し3名は5.0から6.0と上位選手では見ることが稀な低得点をつけているしかし ロシアスケート連盟はこれに抗議はしないと決定。これは五輪前のジャッジのメールミーティングでアメリカ人ジャッジのジョゼフ・インマンが自分たちはトランジッションのことはあまり考えていないと自らトランジッションがないことを認めている選手がいるがこういう場合我々ジャッジはどう判断すればいいんだろうという話題を出していたことを欧州メディアが北米による ロビー活動だと法事スキャンダル化したことに起因している。プルシェンコはショートプログラムで出場選手中、唯一4回転トーループ3回転トーループを成功させ、その他全ての要素も成功、またはレベル3以上で揃えたが、3回転までの構成にした2以下の選手たちとの差はわずかだった。続くフリーでも4回転トーループ3回転トーループを成功させ、 ショート同様、スピン、ステップでもレベル3以上を獲得し2位となった。プルシェンコは、この結果、特に、ショートプログラムでの点差に関し、自分のショートプログラムは完璧だった。このわだかまりは、一生消えない、ソルトレーク式オリンピックを思い出しましょうと不満を、述べている。タチアナ・タラソワは、フリースケーティングに関しては、4回転マイナス3回転の連続ジャンプを、 成功させたとはいえ制裁を変えたプルシェンコの演技が、ライサチェックの演技より劣っていたことは認めるものの、ショートプログラムで3回転マイナス3回転しか、飛べなかったライサチェックや高橋大輔とほとんど差のない、点数しか出なかったことを批判した。2010年3月に行われた、世界選手権を怪我を理由に欠場した後、一旦受理されていた、本人主催アイスショーへの出演許可を再度、 取得し直す、要国際スケート連盟より求められた。しかし、賞の前日という突然の要請だったため、ロシアスケート連盟からの再承認は得られず、賞を無許可のまま決行。そのため、国際スケート連盟は6月に、同選手のアマチュア競技会出場資格を停止した。処分通達から21日以内に、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所に、 異議申し立てをすることもできたが、2014年に自国ロシアで初めて開催される冬季五輪への出場を目指しているため、国際スケート連盟と全面的に争うことは望まなかった。そのため処分は7月23日に確定された。その後、資格回復を求める要望書をロシアスケート連盟と国際スケート連盟に送り、約1年後の2011年6月に、 視覚は回復された。しかし膝と背中の古傷が悪化したため、半月板切除手術と背骨にカテーテルを通して、神経を焼く手術を行いリハビリ。2011、2012シーズンのグランプリシリーズは、準備が間に合わないだろうとのことで、出場しないことを決定。2011年12月24から27日開催の、ロシアフィギュアスケート選手権で復帰。 非公式ながら、ショートプログラム、フリースケーティングともに1位で優勝。2012年1月のヨーロッパ選手権では、予選1位、ショートプログラム2位、フリースケーティング1位で7度目の優勝を果たした。2012年2月23日に、ミュンヘンで膝半月板の再手術を行った。同時に手術する可能性のあった、追間板ヘルニアは、 温存療法で対処することとなったが、リハビリのため3月の世界選手権には出場できなかった。2012、2013シーズンには2013年、ロシア選手権から参加、3度目の競技復帰と通算10度目の優勝を果たす。翌2013年1月21日から開催のヨーロッパ選手権には大会開始の2日前に出場を決定。しかし公式練習中に、 背中から激しく転倒、元々の持病だった追間板ヘルニアを悪化させた。そのため、ショートプログラムでは、冒頭のトリプルルッツのミスのみならず、2004年以来、失敗したことのなかったトリプルアクセルでは麻痺した足で着氷をコントロールすることができず、転倒、6位に沈んだ。フリースケーティング滑走順抽選前に危険を発表すると、1月29日には、 イスラエルのテルアビブに飛び、31日に緊急で、潰れた腰椎の追間板を人工の代替品と取り替える痴漢手術を受けた。2013年2月現在イスラエルの病院で、リハビリ中。練習再開まで6ヶ月かかるという見通しも一部で、報じられたが、本人とコーチの措置五輪出場の意向は変わらなかった。二千十三、二千十四シーズン、ボルボーオープンカップで、 競技会に復帰し優勝。ロステレコム杯は膝の怪我のために棄権。ロシア選手権では同一ジャンプの飛びすぎの違反もあり、16年ぶりに優勝を逃しにとなる。試合直後のインタビューでは代表の座は若手に譲ると答えたが、後にその考えを一転し、自身が五輪代表に選ばれるべきと主張した。後日行われたテストスケートにて正式に4度目となる。 冬季五輪への出場を決めた。ソチオリンピックの団体戦では、現地時間2月6日に SP2 2月9日に FS1 位で、男子シングルでの1位のポイントを獲得し、4大会連続メダル獲得となった。中3日明けて、個人戦では、現地時間に13に SP の第2グループの第1滑走順として、直前6分間の練習に登場したが、その際、 トリプルアクセルの着氷で腰を痛め、残り時間は腰を両手で押さえたままであった。第2グループが開始され、名前をコールされたプルシェンコは、演技を開始せず審判のもとへ近寄り、危険を告げた。その後、観客に両手を上げて挨拶し、正式に危険がコールされると、リンクを、コーチ、関係者に支えられながら退場した。個人戦危険について、プルシェンコの危険について、 危険直後に、指揮者、関係者は次のようにコメントしている。カート・ブラウニングは、素晴らしいキャリアの最後が、総立ちの拍手に囲まれてのものでなくて残念だと話し、イリーナ・ロドニナは、スポーツマンシップを書く行為だったと批判した。テレビ解説者のチェルダンツェフは、すべて仕組まれていたように感じてしまうとコメント。このことにより一時ロシア国内で批判が起こった。しかし、 ミーシンコーチはあまり批判しないでほしい。勝利したことの方が多いと弁護し、ロシアスケート連盟はプロスポーツに故障はつきもの。なぜこんなに批判が多いのかわからないと説明した。プルシェンコの個人戦危権については以前から計画的危険説も囁かれていた。ロシア国内選手権で2位になった直後のインタビューでは団体戦を選び、 個人戦はロシア選手権優勝者に譲るという内容の発言をし、マスコミからは、プルシェンコは、五輪団対戦のルールを把握していないという点を指摘されていた。その後ロシアフィギュアスケート連盟のワレンティン・ピセーフ理事が、感情に駆られてと憶測し、後に、プルシェンコ自身も発言を修正し、個人戦にも出場するつもりであることを表明した。後日、プルシェンコの腰の手術の様子を、 ロシアのテレビ番組が放映し、実際に腰に入れていたチタン製のボルトが折れていたことが明らかになった。手術をしたイスラエルの医師は、プルシェンコが障害者にならなかったのは奇跡だ。折れたボルトが脊髄に触れるところだったと話している。以後、計画的危険説やロシア国内の批判も払拭された。2月15日、競技から引退することを発表した。 2014年3月に、脊椎手術を成功し、自身にとって5度目のオリンピックとなる、ピョンチャン五輪への意欲を表明し、メダルも狙っていますと述べた。2018年ロシア選手団ピョンチャン五輪、参加候補者名簿に、プルシェンコは承認された。実現すればその時に、プルシェンコは35歳となる。元アイスダンス選手のイリア・アベルブフは、 プルシェンコの2018年参加について会議的な見方を示し、復帰の意思があるならば、競技会に参加すべきである。ロシアの若手にとっては、プルシェンコがすでに大きな重圧となっており、そろそろ身を退くときではと述べている。日本のテレビ番組園の体育会 TV2014 年5月3日、11月1日、11月15日、ホンダ・ノゾムケツと共に出演している。 2014年のロシア選手権には出場しなかったものの EX には登場した。2015年にはメダルウィナーズオープンに出場し優勝。2015から2016シーズンは背中の怪我のために欠場を余儀なくされた。2017年3月31日健康上の理由により引退を表明。今後は更新の指導に当たるためにモスクワ市内に スケート学校、エンジェルズ・オブ・プルシェンコを開校し、才能や将来性を認めた若者は、無料で受け入れるという。2012年ヨーロッパフィギュアスケート選手権を制したことで、カール・シェーファー以来76年ぶりの7度以上、ヨーロッパを制した男子シングル選手になった。また2014年ソチオリンピックでの団体選金、メダル獲得によって、 ギリスグラフストロームが1920年から1932年に達成して以来82年ぶり史上2人目の4つ以上のオリンピックメダルを獲得した男子シングル選手になった。2010年バンクーバーオリンピックでは金メダルこそ逃し、リックバトン以来58年ぶり史上4人目の五輪連覇の夢は叶わなかった。2004年世界選手権まで使用されていた。 9歳点方法式で満点に当たる6.0を最も多く獲得した選手である。16歳で初めての6.0を出して、以来、震災点方式に移行するまでに技術点で5つ、プレゼンテーションで70、計75もの満点を獲得した。7歳で初めてのトリプルジャンプを折り、12歳までにアクセルを含む6種類の3回転ジャンプを習得。 初めて4回転を降りたのは14歳で、試合に4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションを入れるようになったのは15歳から、4回転からの3連続コンビネーションジャンプを武器としていた。フィギュアスケートを始めて間もない頃、プルシェンコはテレビでデニス・ビールマンの演技を目にし言葉にできないほどの衝撃を受けた。すぐに、 専門家から正しい開脚の方法を教わり毎晩、母親とストレッチを始め、ビールマンスピンとビールマンスパイラルを習得。一般的に女子より筋肉量が多く、体が硬い男子、とりわけシニアでこの技を取り入れたのは、プルシェンコが初めてだった。ドーナツスピンを演技に取り入れた、最初の男子選手でもある。こちらもビールマン同様高い柔軟性を要する。 技術のためシニアの男子で行う選手はほとんどおらず、プルシェンコが先駆者となった。2005年に手術をして以来これらの高い柔軟性と技術を必要とするスピンは封印されていたが、2010年の夏以来再びドーナツスピンとハーフビールマンを演技に取り入れるようになった。鳥のオリンピックのショートプログラムのサーキュラーステップでは、 驚異的な速さと細やかなエッジワークで最高難度のレベル4を獲得。フリースケーティングのサーキュラーステップでもレベル4を獲得した。鳥のオリンピックにおいてステップでレベル4を獲得した選手はプルシェンコ唯一人。また2005、2006シーズンを通してステップでレベル4を獲得したのもプルシェンコと高橋大輔だけだった。2007年3月に サンクトペテルブルク立法議会選挙に中道左派の第四党構成ロシア、祖国、年金、生活党から出馬し当選。7月には2014年冬季オリンピックの措置への招致運動にも積極的に参加し、開催地決定に貢献したが、競技続行にあたって議員活動が妨げになるとして議会へはほとんど出席しておらず、議会に出ない議員。 商業活動をする議員のうちの一人として、党内外から批判の声も上がっていた。バンクーバー五輪後には、私は議員をやメッセージからは、離れスポーツに専念した方がいいと思うとも述べ、任期終了を待たず、早期に辞任することも噂されていた。2010年12月には、そち五輪が終わった後ならば、会員選に出馬する、可能性も否定しないが、今の目標は、 ソチ五輪だと発言している。2011年12月2日、4日に行われるロシア会議選を前に公正ロシア党と政治からの離脱を正式に表明。スポーツに専念しいかなる政党にも参加しないと述べた。ウラジービル・プーチンの支持者で2011年12月2日には、ツイッター上で大統領選での支持を表明。プーチンもプルシェンコに対してバンクーバー五輪後に、 あなたの銀メダルは、金に値すると電報を送り、2012年5月7日には、クレムジンで行われた大統領就任式にも招待するなどしている。1982年11月3日、ソビエト連邦ハバロフスク地方のウルガルで、大工の父ビクトルと母、タチアナの長男として生まれる。6歳年上の姉がいる。両親は、出稼ぎの鉄道建設労働者で、一家は、 ソルネチヌイにあった木造の貨物列車を改造したトレーラーハウスで生活していた。一般のロシア人と比べても決して裕福とは言えない暮らしだったが、家族の絆は強く特に母親とは大変深い愛情で結ばれている。生後9ヶ月で走り出すなど運動神経の発達した子供だったが、虚弱体質だったためシベリアの過酷な気候に耐えられず、一切、 三ヶ月の時に肺炎にかかると数ヶ月入院。発熱の続く息子の健康を案じた両親は1985年の夏に気候の温暖な故郷ボルゴグラードへ戻ることを決断。四歳になると医師の進めもあり体質改善の一環でフィギュアスケートとロシア民族舞踊を習い始めた。当初はレッスンに通うためトロリーバスに乗っても三駅と進まないうちに 具合が悪くなり何度も途中下車しては母親を心配させたが、二つの習い事を続けるうちに体は鍛えられていき、以前のようにすぐに体調を悪化させることはなくなり、学校でも授業中じっと座っていられず動き回って、いたずらをするような活発な子供になった。間もなく、スケート、ダンス、どちらの分野でも才能があることが認められ、民族舞踊の教師たちは、スケートをやめ、 ダンスに専念しなさいと言い、スケートの教師たちもダンスをやめ、スケートに専念しなさいと言い、レッスンの時間を取り合った。プルシェンコは自らの意思でスケートを選んだ。1993年、ソビエト連邦の崩壊の煽りを受け地元に一つしかないスケートリンクが閉鎖される。両親はこれを機に息子に普通の小学生の暮らしをさせようと考えたが、当時のコーチ。 ミハイル・マコビーエフは、サンクトペテルブルクのアレクセイ・ミイシンのもとへ行くよう、進めた。まだ幼い我が子を手放したくない両親は、反対したが、マコビーエフは、有望選手のスポーツキャリアを終わらせる権限は親には、ないと強く説得。また両親は、息子のスポーツへの情熱を知り彼を、ミイシンに託すことに同意した。11歳で単身サンクトペテルブルクへ移住。 昼間から酒や薬や掛けごとに溺れる、不特定多数が出入りする共同アパートの一角で生活した。隣人女性は子供の同居人に構わず男たちを部屋に連れ込んだ。見かねたミイシンは自分のアパートや自宅、振付師の家に彼を住まわせた。それまでの栄養状態が悪かったこともあり、体格が悪かった当時のプルシェンコの印象をミイシンは痩せっぽちで、 油のない緑色のチキンのようだったと語っている。一年後に母親がやってきて二人で暮らし始めるも母親にはサンクトペテルブルクでの労働許可がなく一家の化石頭の一人を失った。プルシェンコ家はさらに困窮を極め日々の食べ物にすらこと書くようになった。14歳で世界ジュニア選手権を制すと以後は一家の化石頭になった。16歳になると 以前から貯めていた賞金を使い、家族で暮らすためのマンションを購入。離れて暮らしていた父親と姉夫妻をボルゴグラードから呼び寄せた。このような決して順風満帆とは言えない、追い立ちながらも本人は至って明るく陽気な性格で知られる。アイスショーやエキシビションでは、女装や着ぐるみでパフォーマンスを見せたり、トム・ジョーンズのセックスボムに合わせ、 偽の筋肉が縫い付けられた肌色の地盤と金色のビキニブリーフだけという滑稽な出立ちでストリップダンスを披露するなど奇抜な演技も楽しげにこなす。1998年にペトログラードスキー区にある第91番学校を卒業。2000年にはミーシンが教授を務めるレスガフト名称サンクトペテルブルク国立体育アカデミーに入学し2005年に卒業。 2004年から、サンクトペテルブルク国立技術経済、大学観光サービスマネジメント学部で、校外生として学び2008年に修行。ロシア連邦軍における階級は、上級注意、注意。ただし、立法議会議員に当選したため現在は、予備役。左からエドウィン・マートン、ジーマ・ビラーン、プルシェンコ2005年6月18日に、 サンクトペテルブルクの著名実業家の娘、マリア・イエルマークと結婚。翌2006年6月15日には、長男が誕生する。当初クリスチアンと名付けられた、この男児はマリアの独断で、イエゴ・ール・イエルマークに改名された。マリアとの夫婦関係は、結婚3ヶ月目ですでに破綻しており、2008年1月に正式に離婚が成立。 2009年9月12日に人気歌手ジーマ・ビラーンのプロデューサーで実業家の屋なルドコフスカヤと再婚。2008年5月にはビラーンとルドコフスカヤのためバックダンサーとしてユーロビジョンソングコンテスト2008に参加。ロシアチームの優勝に貢献。2013年1月6日にはルドコフスカヤとの間に男子が誕生。アレクサンドルと名付けられた。 2019年現在アレクサンドルはサーシャの愛称でロシアのキッズモデルとなっている。車はアウディ R8 をはじめ数台保有。バイクはヤマハユースフ R6 や BMWS1000、RR 等を所有。かねてより危険なので、やめる、要工地から注意を受けても手放さなかった。かなりのスピード強で車でもバイクでも200数十キロ以上出して走ると、 たびたび発言している。7歳で出場した競技会で優勝商品として携帯ゲーム機をもらって以来の愛好家。プレイステーションのサッカーゲームがお気に入り。その他 PSP も保有している。コーチから何度注意を受けてもパソコンで遊ぶのをやめなかった。PC 版のコールオブデューティモダンォーフェア2のプレイヤーであることも自宅撮影された写真によって確認されている。 基礎練習に取り入れている。11歳の時指示していたマリーンスキーバレーの女性振付師からフィギュアスケートの代わりにバレーをやらないかと転校の誘いを受けたが母親に相談し真剣に悩んだ末に断った。民進は教育のため生徒たちを劇場に連れて行った。現在もプルシェンコは時間があると劇場に足を運びバレーやオペラを鑑賞している。 ボリショイバレーのニコライツ・スカリゼラやオペラ歌手との進行もある。スポーツ専門の振付師を起用する選手が多い中、プルシェンコのプログラムのほとんどはバレーを本業とする振付師によるものである。一例を挙げると、サンクトペテルブルク300は、シェミアーンン・金版、くるクルミ割り人形の振付をしたキリル・シモノフの作品であり、ニジンスキーに捧ぐは、 マリーンスキー劇場のソリストケンフ剣ツ付師の有利、スメカロフが手掛けている。その他にもマリーンスキーやボリショイバレーなどの専門家と仕事をしており、元ペルミバレー団バレーマスターのダビド・アブディッシュとも長年タッグを組んでいる。好きな演目は、くるみ割り人形とジゼル。アイスホッケーやサッカー、ビリヤード、テニス、ペイントボールなど、スポーツ全般を愛好。 テニスは息子二人がプレイヤーであるミーシンから手ほどきを受けた。サッカー好きでも知られ、ショーの最中には共演者たちと草サッカーに興じている姿も見られる。イチゴ、みかん等のフルーツ、チーズケーキ、アイスクリーム、寿司、しゃぶしゃぶ等の日本料理、母親が作ったフライドチキン、ボルシチとペリメニ。十代の頃はジュエリーの収集に凝っていたが、最近はファッションや 腕時計に興味が移行。好きなブランドは、グッチ、ルイ・ヴィトンなど。腕時計は店を開けるほどのコレクションを持っており、2012年には、スポンサーであるユリスナルダンから、本人がデザインに関わったチャンピオン、S ダイバープラシェンコリミテッドエディションが発売されている。基本的に犬好きだが、猫や、その他動物は何でも好む。1998年頃に、 ラーリャという名のペルシャを飼っていた。2001年からゴールデンと名付けたアメリカンブルドッグを飼っていたが2010年末に12歳で死去。2003年頃はヨークシャーテリア2匹も飼っていた。2007年末にはオスのブリティッシュチンチラを飼い始めプーフリクという愛称をつけて気合い。記者会見でも言及したり自身のサインにイラストを描くこともある。同時期に購入したメスのリアーシカは 2010年8月に3歳で突然死 KPRU。2010年末からジャックと名付けたジャックラッセルテリアを買い始めた。刃物収集も10代からの趣味。一時はやめていたが最近復活。ロシア式サウナのバニャをはじめフローをこよなく愛しており、ミリシンとはプライベートでも裸の付き合いをしている。アイスショーや合宿などで海外遠征した際には、 現地のサウナや足を運ぶことも多く、日本にも行きつけのサウナがある。日本ではプル様という愛称で呼ばれることがある。5歳の時自らの意志で両親を説得し洗礼を受けて以来の熱心な聖教会信と信仰については個人的なこととして語ることはほとんどない。妻のルドコフスカヤによると複数の制度に多額の寄付も行っている。 2004年頃からホテルチェーン経営に興味を持っており2008年9月には観光ビジネスの学位を取得したが元岐阜の実業家と共同で進めていたホテルプロジェクトは離婚によって破談となった2012年現在は引退後は指導者の道を歩みたいと述べ民心不在時に後輩たちの指導をするなどアシスタントコーチとしての活動も開始 またフィギュアスケート環境の整備にも関心を抱いており、サンクトペテルブルクに学校教育機能と寄宿舎を備えたスポーツ学校を設立することを長年の夢としている。2008年末にはアルメニア共和国の首都エレバンに現地の国家予算から3割の資金援助を受け運営される私立のフィギュアスケートアカデミーを開設することを発表していたが、 これは復帰への集中のため延期されている。ありがとうございます。